神話とはあなたの物語。こんばんは、今日より始まります神話ライブ第1回目となります。突然、始めることになってしまいました。なんとなく今日、ある会に参加した時に、古事記の冒頭の神話を、聞いたんですけども、久しぶりに何か自分の中でずっと温めてきたものを何かこう解放させたくて仕方ない気になりまして、その、古事記の会の帰り道に、自分だったらこう解釈するなっていう神話の解釈、特に古事記の冒頭の解釈が、ふつふつと湧いてきたものがあり、それを、パートナーのエリと、確かめ合いながら、そこはしっくりこないなとか、そこもうちょっと教えてとかって言いながら、2人で、紐解いたというか、自分たちなりに、これが一番今のところの自分たちにはしっくりくるものとしてきてる、この感覚、このなんかね見出したというか生み出したというか、なんか湧き上がったというか、なんか見えた感情があったので、そのね感じるままに、今日第1回目、雨土の始めの部分を、の解説をちょっとさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。これが1回目ですが、2回目3回目と続いていくかどうかは、やってみないと分かりません。まず1回目心を込めてさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあね、まず、雨土の始めの原文の書き下し文から読ませていただきます。雨土の始め。雨土初めて開けし時、高天原になりませる神の皆は、天の皆か主の神、次に高み蒸す火の神、次に神蒸す火の神、この御柱の神は皆一人神になりまして、身を隠したまいき。次に国若く浮き油のごとくして、クラゲナス漂えるときに、足カビのごと燃え上がる者によりてなりませる神の皆は、うまし足カビ彦子の神、次に雨の、こっちどっちかな、雨のかな、雨のかな、雨の床たちの神、この二柱の神も皆一人神になりまして、身を隠したまえき。神の下り五柱の神はこと天津神とあります。この解釈なんですけれども、このまずね、雨土はじめし、ここね、雨土のはじめの時っていう言い方と、雨土初めて開けし時っていう言い方があります。で、この本には実は雨土のはじめの時って書いてあるんですけども、今日習ってきた時には雨土の、雨土初めて開けし時っていう風にあって、で、どっちかなってずっと自分で感じてたんですけども、その後に高天原ってあります。で、その高天原っていうのが実はその、宇宙のことではあるんですけども、ただその雨土の雨と土って言った時に、それは天と地なんですけども、天地が開けた時に宇宙が始まるってなった時に、僕は天と宇宙って同じものだっていうふうに考えていたんですけども、ここでは雨土天と地というよりは、ここになんかこう天、今僕らが感じる天地というものではなくて、この地上に生きている僕らが天地っていう感じではなくて、本当にその無という何もない空間からぐわーってこう、空間すら何もない、空間にもなってない、ただ無っていう状態からぐわーって間が開いてきた、それが雨土初めて開けし時だから、存在が生まれるスペースができたってことなんですよね。
そのスペースのこと、まさに宇宙ですよね。それを高天原と呼んでいる。雨土初めて開けし時っていうのは、スペースが生まれた時にそれを高天原と呼んで、その高天原になりませる神の皆が天の皆かぬしの神と言います。これは雨ではなくて天と言います。で、雨っていうのは天と地に分かれた時の天のことを雨って言います。土って言います。それではなくて、天っていうのはこの全体を含む本当に大宇宙というか、その天地の分かれた天ではなくて、この全ても天も地も含んだ、高天原、この全て存在する全てっていうのが高天原であり、その、天の皆かぬしというのは、存在する全てを認識する意識っていうものが天の皆かぬしになります。そしてその存在する全てを認識する皆かが誕生した、その意識が生まれた瞬間に、それまで何も区別がなかった存在たちが立ちどころに陰と陽に分かれるんですよ。二元に分かれるんですよ。その意識が誕生した瞬間の二元に分かれるんですよね。そしたらもう本当にその五番の目、囲碁の五番の目に白い石と黒い石がファーって散らばっているような状態が、一瞬にして意識が誕生したその瞬間に、一瞬にして五番の目にこうワーって白と黒がワーって混在する状態なんですよね。まさにカオスなんですけども、その瞬間、その陰と陽のエネルギーそのものが、陽が高みむす日であり、陰が神むす日なんですよね。それが一瞬にして宇宙に広がるんですよ。だから意識という、認識という、意識が生まれ認識が始まった瞬間に二元が存在するってことが分かるっていう状態が、この三神なんですね。で、その時に次に、国若くクラゲ浮き油のごとくして、クラゲナス漂う時に足カビのこと、燃え上がるものによってなりませる神の皆は、うまし足カビ彦寺の神っていうんですけども、この混沌とした状態の中から、その陰と陽が出会う時に化学反応がバチバチバチって起こるわけですよ。それがこの宇宙全体に無数にある陰陽が混在した瞬間のエネルギーの爆発、それが言うたら微生物たちがこう発酵食品の中で、こう米と麹のこの発酵の中でわーっシュワ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 っていう、その僕らが作るような、ここじゃなく、このサイズではなくて、もう宇宙レベル、銀河レベルでうわーっていう大発酵が起きてるんですよね。まさに発酵宇宙なんですけども、この発酵宇宙が起きてる時のこの生命エネルギー、なんかもう、うわーっていう、この宇宙の躍動そのものが、うまし足かび彦寺の神なんですよ。すべての命の躍動なんですよね。その命の躍動こそが、うまし足かび彦寺の神であり、そのうまし足かび彦寺の神が、わーって、その躍動する表現をうまし足かび彦寺の神と言って、そのわーってなったところから、一つのなんか大きなうねりが、ぶわーって銀河を回していくんですよ。銀河に大きな渦のうねりが誕生する。それを天の常たち、もしくは雨の常たちと呼んでいるんですね。ここまでが地球とは違う、もうこの銀河を創造している、銀河宇宙創造の、宇宙のこう始まり、宇宙の誕生の、神話、これをこと天津神の五柱の物語と言います。他に今読んだところまでですね。今時間大丈夫、9時9分。はい。で、ちょっとここまでにしとこう、一旦。